よし、こんにちは、なおです。さきです。今日はなんと熊本城に来ちゃいました。イエーイ。じゃあそれでは早速熊本城へ行ってみましょう。オッケー、同フォトでジェーン。すごい、なおちゃん、なんかいるよ。あれ、ひごまるくんじゃない。ひごまるくん、そう、ひごまるくん。やー、かわいい。こんにちは。ひごまるくんってあれだよね、熊本城築城400年のキャラクターなんだよね。あー、そうなんだ、かわいい。見たい。ちょっとだけでいいから踊ってお願い。踊りたくなるね。すごいね。入っちゃうね。でもこれ攻め落とすってね。確かに。ちょっと大変。今城を攻め落とすと言うたな。お主らも聞いたじゃろう。ああ、鹿と聞いたと。どこの刺客じゃ。違うよね。そう、私たち観光に来ただけなんです。観光？はい。どちらか、どちらから参った？福岡です。筑前の者か。なお、はい、なんと申す。なおです。私、さきです。あなたたちは？わしは加藤清正じゃ。そして拙者が福島正の。拙者、森本義太夫和久。我ら熊本城をもてなし招待。私たちのこともてなしてくれるんですか？さようじゃ。観光へ来たというのが本当ならば、わしらもきちんとおもてなしいたすでな。ここなんですか？こちらな、天守閣という名がついておって、の右側に見えるのが小天守、そしてこっちの左側の大きい方が大天守閣となっておる。わしはなんとこっちの本丸御殿に住んでおったんじゃ。こっちで、まあ、寝たりな、飯を食うたりしとったわけじゃ。じゃって、この中には大きな台所も存在しておるし、ここでは一番格式の高い将軍の間という間を設けておる。大変絢爛豪華な部屋じゃってな。なんと言うても一番の自慢は石垣じゃ。そうなんだ。ちょっと形が反ってるみたいに見えますけど。さようじゃ。この熊本城の石垣は通称武者返しと呼ばれておる。最初は勾配が緩くて登れそうじゃが、上に行くにつれて角度が急になっておる。じゃて途中で武者が返されることから武者返しと呼ばれるようになったの。納得。今日は本当におもてなしありがとうございました、清正様。ありがとうございました。いやいやいや、まだの令和言うの早いわ。この熊本城の中に桜の馬場城西園というのが新しく誕生いたした。そっちの方へは行かれておらぬか？まだ行ってないね。さようか、ぜひとも行った方がよろしい。じゃあ次はそこ行っちゃう？うん、オッケー。同フォトで城西園をチェック。